福井雅人は、鳥取県倉吉市出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。鳥取中央育英高校、日本分離大学を経て、2011年に、ガイナーレ鳥取に入団。2012年のオフに契約満了となり退団。愛称の、バキは、鳥取時代にチームメイトだった、岡野正幸が命名。理由は、 彼の上半身の肉体を見た岡野が、ハンマーバキを連想したためである。2013年、シンガポール一部リーグのホームユナイテッドに移籍するも、7月に、退団。同月より、プルバツルノゴルスカ・フドバルスカ・リーガの FKSTS か、ニクシッチの練習に参加し、正式契約した。FKSTS か、ニクシッチに移籍した2013から14。 シーズンのプルバツルノゴルスカフドバルスカリーが第24節、ムラドスト戦で、ウェイン・ルーニーを彷彿させる60メートルのロングシュートを叩き込んだ。このゴールが決勝点となり、スティエスカは、ムラドストに1から0で勝利した。2015年7月、カテゴリアスペリオレ KF ティラナ遺跡。2016年7月、カテゴリアスペリオレ KF スカンデルベウコルチャニー遺跡。 7月15日、7月22日に、カテゴリアスペリオレ KS クケシに2試合限定で、レンタル移籍し、UEFA ヨーロッパリーグ2016から17、予選2回戦の FK アウストリアウィーン戦ン2試合に、出場するも、チームは敗れた。ありがとうございます。